回の動画は、日本で最も速い固定循環式リフトと、最も遅い自動循環式リフトの速度を比較してみたいと思います。高速リフトの名にかけて、自動循環式に頑張ってほしいところですが、固定循環式の下克上も見てみたい。さあ、どっちが速いのか、結果はいかに。こちらが日本最速のペアリフト。なぜこれが日本最速と断言できるかというと、法律で決められた上限、目いっぱいの速度だからです。ちなみに、シングルなどの他の定員でも、これより速いものは見たことがないので、全ての固定循環式の中で最速と思われます。この速度に対応したリフトは北海道を中心に多くありますが、実際にこの速度で運転しているのを見たのは字幕で出ている4本のみです。ところ変わって、こちらが日本で最も遅い自動循環式リフトです。自動循環式リフトでも、初期の設計なので、3人乗りとなっています。さあ、これから自動循環式リフトらしい、見事な加速をご覧あれ。あれ？全然加速してないじゃん。さすがは日本で最も遅い高速リフト。最近は高速リフトの減速運転が増えていますが、ここまで遅いのはここだけでしょう。しかもこのリフト、最近は毎日この速度というのだから驚きです。続いて、同時に再生します。左からは固定循環式、右からは自動循環式の音声が流れます。ロープが滑車の下を通過するタイミングを合わせていますので、そのリズムを比較してみましょう。左側のペアリフトの方が、わずかに速かったのが、お分かりいただけたでしょうか。実際に、運行速度はご覧のようになっていて、最速ペアリフトの方が、若干速くなっています。まさかのペアリフトの勝利です。いかがだったでしょうか。日本で最も速い、固定循環式リフトと、最も遅い、自動循環式リフトを比較すると、前者の方が速い、という結果になりました。今後もネタがあれば、単発動画としてアップするので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。